はい、どうも、こんにちは。今回はまた殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回は ちょっと久しぶりすぎて覚えてねえわ。久しぶりすぎて覚えてないけど、覚えてないっていうか、まあ、思い出してみると多分、この緑が この緑のやつ、ジェームズだっけ？が探偵助手ときして、アーサーの事務所に来て、いろいろやった後だよね、多分。お邪魔します。あ、シャーロットさん、こんばんは。ボコボコじゃん、お前。やあ、シャーロット、いらっしゃい。いらっしゃい。またですか、アーサー。あ、そっか、俺が殴ったように見えちゃうんだ。お、新しいやつか。いや、新しくないな。シャーロットは宣言通り仕事帰りに探偵事務所を訪ねた。彼女はそこで頬を晴らしたジェームズを目撃し、目尻を吊り上げた。ジェームズか。シャーロットさん。やっぱプルプル面白いんだよジな。ェームズ、ひどい怪我じゃないですか。また殴られたのですか。DV だよ、DV。アーサー、大人げないですよ。あの時は大丈夫だと言ったのに、私信じてたんですよ。まあ、わからんでもない。見た目的にはまあそうだもんな。シャーロットはジェームズが何かを言うより早く彼を抱き寄せ、かばい、アーサーを睨みつけ、吠えるように詰問する。それはさながら、金毛だっけ？金毛な肉食獣からひな鳥を守ろうとする親鳥のようでもあった。シャーロットはまたアーサーがジェームズを感情の赴くままにぶん殴ったのだと思い込んでいるのだ。待ってくれ、シャーロット、誤解だ。ジェームズの方は僕がやったわけじゃない。またあなたはそうやって言い訳して、ああ、今度こそは言い逃れできませんよ。いや、本当じゃ、本当 口が回んねえ。嘘じゃねえよ。アーサーは自身の罪を否定するが、シャーロットは頑なに認めようとはしない。それはまるで最初に会った時の再現のようでもあった。もう二度とジェームズに暴力を振るわせるわけにはいかない。シャーロットの強固な決意は堅牢な盾となってアーサーの前に立ちふさがるのであった。物理的に。シャーロットさん、違うんです。これは僕が悪いんです。いや、そう言うとまた意味深じゃん。そう言うとまた意味深になっちゃうじゃん。虐待受けてるやつが言うやつやん。しかし今回はジェームズという証拠の立証人がいた。あ、これ通じるの？一度ならず二度までも、本当に申し訳ありません。いや、これはシャーロット悪くないよ、別に。浮気調査の際に問答をして怒った対象者から殴られた。ジェームズ自身の口からことの次第を聞き、シャーロットはすっかり縮こまり謝罪するに至っていた。いいよ、前に疑われることをしたのは僕だ。まあ、確かだに。けど今はもう大丈夫、そう言っただろ。おう。はい、すみません。勘違いをして疑うなんて、私は刑事失格。いえ、人としていかがなものか。いや、まあ、しゃあないよ、しゃあないって。シャーロットは深く頭を下げた。自身の不甲斐なさが許せないのか、今にも泣き出しそうになっている。顔を上げてくれ、気にしてない。それにジェームズは名誉の負傷だ、褒めてやってくれ。名誉の負傷、いいね いい表現するね。そうですよ、仕事自体はすごくうまくいったんです。これくらい平気ですよ。殴られ慣れてるんだろうな、多分、多少心は。配してくださってるのは分かってます。ああ、そうだよ。君は信用してくれるって言ったじゃないか。僕ら2人を信用してほしいな。返す言葉もありません。2人ともごめんなさい。今日はもう失礼します。大丈夫、もうちょっと調べなくていい。大丈夫、こいつ建前だけかもしんないよ 裏でボコボコに殴ってるかもしんないよ。シャーロットは2人からフォローされるも、意気消沈した状態からは抜け出せなかったようだ。うなだれながら探偵事務所を去っていった。すごい落ち込んでましたけど、大丈夫でしょうか。まあ、0か100みたいなタイプだからな、あいつ 0か100なんだよ、あいつは。彼女は猛反省するたちだからね。心配しなくてもまた来るだろう。あ、それでタチって読むんだ。なるほどね。それにジェームズ、漢字の勉強。あの女はお前のことを気にかけてくれてる証拠だ。確かに。次に会ったらお礼を言っておくといい。一人で会う時あんのかな、でもジェームズ。ずっとアーサーと一緒にいるんじゃないの？はい。
久々だなてか久々にやるわ。マスター、うちの猫を探してほしい。マスターどうしたんですか急に。ジェームズを雇いじゃないもんね。なんだなんだろうな。言い始めてからしばらく経ってアーサーは別の依頼を受けることとなった。依頼人はアーサーの行きつけのパブのマスターであり、仕事以外でも親交のある人物だった。ごめんモブとか言って、モブキャラとか言ってごめん結構主張してくるやんお前。彼が飼っていた猫がいなくなってしまったとのことでアーサーに依頼が回ってきたという次第だった。よし今度はできるな。まあ、猫探しはね、あんま迷惑かけるっていうのはなかなかないからね。はい、やってみます。ジムズは依頼人への応対を始めた。やがて彼はマスターから聞き出した内容をアーサーに報告するのだが、猫の名前はビルというらしいです、かっこいい名前ですね。まあまあ確かに。ジェームズは仕事を全うしたかのように満足しているが、アーサーはまたしても頭を抱えることになった。それでどんな猫なんだ。え、それ聞けよ。それは聞けるだろう名前聞いて雑談して終わんじゃねえよ。猫が名前を呼んで出てきてくれるわけじゃないだろう。前回は相手が人だったけど今回は猫なんだ。猫の特徴や種類、性別や好物なんかを聞かないと。人も特徴は聞くべきだけどな普通にあ、そうですね、すみません。それは聞けるだろうお前見た目なんか一番最初に聞くわ。なんなら名前よりもまず聞くわ。相手から必要な情報を引き出すのも探偵として重要な技術の一つだぞ。はいはい、すいません。その後アーサーはマスターから猫の特徴を聞き出し、逃げ出した猫を連れ戻すため市街地へ出かけていった。マスターによるとオス猫ビルは3日前から行方不明となっており、失踪の直前に発情した様子が見られたのだという。そんなんもうそんなメスを追っていったんじゃないの。おそらくメスを追いかけて、あ、そうだよね、縄張りを無視して飛び出した結果戻ってこられなくなってしまったんじゃないか。ああ、もうあれか、自分の分かる範囲じゃないとこまで行っちゃったんだ。アーサーはそう推測していた。猫というのは基本的に縄張りの外に出ることはない。ただし発情していたり恐怖からの逃走などから縄張りを出てしまうということもなくはない。そうなってしまうと猫にとっては見知らぬ土地だ。帰ることができずに周囲を徘徊しているという可能性は十分に考えられた。2人は依頼人から聞いた猫の情報をもとに調査を開始した。二手に分かれた方が効率はいいが、アーサーの依頼にはジェームズの保護も含まれている。事前二人一組での調査を行うことになった。聞き込みを行い、それらしい猫の目撃情報を集めていく。そしてある日の街角で特徴と一致する猫を見つけた。あ、いました。あ、きっとあの猫です、ビル君ですよ。これあれやん、ジャックの故郷じゃんジャックのお家があった街じゃん。まあ使い回しかもしんねえけど。あ、しかし声に驚いたのか、二人の姿を警戒したのか、猫はすぐさま屋根の上に登っていってしまった。アーサーさん、追います。バカバカ、無理すんな。落ちる。ジェームズは全くためらうことなく後を追い、家の縁や看板をつかみ屋根の上に登っていった。またあいつは勝手に。そう、一応ね、人様の家だからね、あんまり乗ることはよろしくないよ。前回アーサーは行動する前に相談しろと伝えた。そしてジェームズは先に猫を追うと宣言した。当然ながらそれは相談とは言わない。まあでも忘れたんじゃないの、普通に期間空いたんでしょ。だって相談って言葉の意味を教えないといけないな。アーサーが日頃から言っとかないと、そこは教育として言うんだぞって。おお、元気だね、若いのは少しぐらい無鉄砲じゃなきゃな。久しぶりに見たなお前ジェームズは慣れているのか軽快に屋根を伝っていく。猫も追ってから逃れるべく屋根から屋根へ飛び移る。慣れてんだ。アーサーは地上からジェームズと猫を追っていく。双方がいつ転げ落ちてしまうか気が気でない。わかる。周囲の人々は屋根を飛び跳ねるジェームズを何事かと見上げ騒いでいた。目立ちすぎだ、あいつ自分が狙われてるって自覚はないのか。あ、そっか、一応ジェームズってそういう立場だったか組織狙われてるんだったな、そういえば。こそこそしてんのは性に合わねえんだろう、男なんだからあれくらい弾けてねえとな。まあ、考えられないんだよな、たまやつは。そういう問題じゃないだろうが。あ、追いかけっこを続けていたジェームズと猫だが、猫が飛び乗った廃屋はどうやら木材が腐っていたらしく、乗った瞬間屋根を踏み抜いてしまった。危ない。何？
あ、追いすがるジェームズは落下しそうになった猫を抱えてそのまま廃屋の中へ転げ落ちていった。おお、すげえなあいつ、うん、あれなら曲芸師を目指せるぜ。やばやっぱあいつあれだな、デザインがちゃんとしてる分主人公みたいな感じだな。感心してる場合か。アーサー以上に主人公っぽいやつが多すぎるわシンプルに。アーサーはジェームズと猫が落下していったボロ屋へ飛び込んでいった。あ、ジャックもいいじゃん。ジェームズ、無事か。ジャックの家じゃんあ、かわいい。はい、ビル君は無事です。ワンちゃん猫ちゃんのサムネある猫ちゃんのサムネワンちゃんあるぞ。よろよろとジェームズが立ち上がる。彼の手には追っていた猫ビルが抱えられていた。むちゃくちゃなやつだ。なんか分かりやすいあれだね、手間かけるやつだね分かりやすく手間がかかるやつだな。またボコボコなってるし、アーサーは呆れながらも内心で彼が無事であることに安堵していた。あ、親心が。あ、出た、汎用 BGM。 助かったぞ、うん、今度エールをおごるから店に顔を出してくれ。いやいや、今回は僕じゃなくてジェームスにおごってあげてください。さあビル、家に帰ろう。てん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 。あ、違うわ。マスターはビルを抱きかかえて上機嫌で去っていく。依頼は無事に完了した。しかしアーサーは無茶な行動を取ったジェームズをたしなめる必要があった。ジェームズ、言っておくが、ああいう場合猫を追いかける必要なんてなかったんだぞ。これあれじゃないの、またジェームズがボロボロになってるからさ、またあいつ来んじゃないの、シャーロットが。そうなんですか。餌を使って呼び寄せるんだ。うん、そうしないとお前みたいに屋根から落下する。あれだと命がいくつあっても足りないぞ。まあでもなんかさ、結果論的な意味でさ、今回手っ取り早く捕まったからさ、良くないってちょっと思っちゃったりもすんだよね、俺は。むしろね、だって餌でもさ、多分この日には捕まえられなかったじゃん、多分もうちょっと期間がかかったと思うから、餌で呼び寄せるにしてもね。だからまあ良かったんじゃない、結果論。なんだか経験がありそうな物言いだな。改良したての頃、似たような状況で怪我をして、ウォルター先生のお世話になってたから。お前もやんちゃだったんだ。ごめんなさい。ですけど落ち込んでた飼い主さんに猫を早く会わせてあげたくて。いいね、いい心持ってるわお前。依頼人のため思うのはいいが、もう少し慎重になってくれ。うんうんうん。何はともあれ、依頼人が幸せになることを考えるって姿勢は評価できなくもない。まあまあ確かにそこはそうだよね。意外とジェームさん向いてるのかもな。てかあれだね巻き戻ってみればすごい敵抜き出しちゃったのに、朝出会いたての頃は普通に馴染んでんじゃん。どうでしょうか。あ、紅茶も。うん、だいぶうまくなったな。よかったじゃん。アーサーはジェームズが入れた紅茶を飲んでいた。ただし今度はアーサーが正しい紅茶の入れ方についてジェームズに教師していた。ちくしょー、余計なことをしやがって、うん、せっかく甘い紅茶が飲めると思ったのによ。まあ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 、好きだもんなお前は。おかげでアーサーの好みの味に仕上がるようにはなったのだが、逆にジャックの好みから外れてしまった。そのことにジャックは不満を爆発させていた。まともな人間が教え導いてやれば真っ当な道に進めるみたいだな、うん、これであの砂糖水からはおさらばだ。でやっぱほんとあれだよね、好みが違うって大変だよな、2人同じ人格で。何が導いてやれば、人格じゃないか、同じ体で。進めるがバカ野郎、うん、周りの意見に左右される軟弱野郎ってことだろうが。それは同じことを悪いように言い換えてるだけだろう。ああそうだ。ジャックは勢いに任せてジェームズの前まで詰め寄っていく。ただ俺ジャック派なんだよなアーサーよりも。おいジェームズ、お前が本当に好きなのは、うん、砂糖とミルクたっぷりの紅茶だろう。こいつじゃあジャックって結構移動できんのかな。アーサーが見える幻覚に過ぎないのかな結局。こいつの言うことなんざ無視すりゃいいんだよ、うん、自分の意志を貫けよ。ジェームズのとこに寄っていったってことはアーサーの近くでしか見えないわけじゃないじゃん。盛り上がってるところ悪いか、うん、お前の声はジェームズには届いてないぞ。ちくしょう、アーサー、今すぐ体を明け渡せ。こいつに説教してやる。
そんなくだらない理由でお前に体を預けられるか。でもさ、やっぱ基本的にアーサーがあれなんだね、体の所有権握ってんだね。やっぱ大体こういうのでさ、なんか人格に無理やり奪われるみたいなさシーンがあってもおかしくないのにさ、ねえ、ずっとアーサーが主導権握ってるもんな、体を渡すか渡さないかは。ちくしょー、結構平和だよな。いるかい。久しぶりだな、お前なんかあったっけ、あの日、あの家、あれ以来、先生の話以来出てきたっけお前。いらっしゃいませ。そもそもローリーが探偵事務所を訪問するのはジェームズが探偵助手となってから初めてのことだった。ジェームズの姿を見とがめたローリーは一瞬目を細め彼を観察していた。君が最近雇われたというアーサーの助手か。はいはい、ジェームズ・ラスボーンと言います。常連の方ですか。まあ常連だよな。ローリーは一瞬自分の手の甲にあるタトゥーに目をやった。ジェームズはどうやらタトゥーに気がついていないらしく、彼女がどういう素性の人物であるかには思い当たっていないようだった。うん、まあね、ほんと常連だよな。依頼するわけもなく来るんだからな。本当の常連じゃん。とはいえ条例には違いない。ローリーは言葉を濁しつつ曖昧に同意する。そうこうしているとアーサーもローリーの来訪に気がついたようだった。そんな広いの。そんな部屋広いの。人が入ってきたことに気づくのに時間かかるって結構広くない。いや、ローリー、今日は紅茶を飲みに来たのかい。ジェームズ、やってやれ。アーサー、少し話がある。はい。ちょっといいかな。大事な話っぽいな。来客対応を行うジェームズに帽子を押し付けて追いやり、ローリーはアーサーを連れて距離を取った。ローリーの真剣な表情を察したアーサーは表情を引き締め少しだけ声を潜めた。どうしたんだ急に。彼に聞かれちゃう都合の悪い話か。ああ、あの助手のことだが、うん、君の母親を殺した犯人だというのは本当か。そう、君の母親、俺の母親を殺した犯人を雇ってるっていうすごい頭おかしいことしてるからな、旗から見れば。どこでそれを。超サイコパスみたいな。そんなことちょっと調べればわかるさ、うん、当時新聞でも報道されていたからね。ああ、ジェームズ・ラズボーンが、ラスボーンがね。そうか、お察しの通りその犯人だよ。正確にはだっただね。もう刑期を満了して出所してるんだから。うんうん、そんなマスコミに対するスピーチのような飾り立てた言葉はいらないよ。本音はどうなんだ、辛くはないのか。まあでも最初に比べてアーサーもだいぶね、仲良くなってる感はあるよね。ああ、俺に選ばせんのここ。いや、まあ俺がストーリーを第三者として見てる限りにはなってなさそうじゃない。別にそんなことはないよ。以前はいろいろ思うところがあったけど、うん、今は本心からそう言える。まあまあそうだと思うよ。ふーん。ローリーは不意にアーサーの目をそのつぶらな瞳で覗き込んだ。アーサーは平静を装ってはいるが、どうやら彼の仮面は彼女に見透かされているようだった。いやでもこれ選んだの俺だから。アーサーの顔見てもしゃあないぞお前ローリー。俺の顔見ないとしゃあないよ。ローリーは薄く微笑むと彼から目を離す。まそういうことにしておいてあげよう。はい。ところで今回は雑用の仕事を持ってきたんだが、君ではなくあっちの助手君に頼むとしよう。あ、結構仕事持ってきてんだ。じゃあアーサーのとこに。ジェームズに？どうして？雑用だしね。なーに、僕のタトゥーに気づかないような察しの悪い探偵助手には肉体労働がお似合いだ。はいはい。精一杯こき使ってあげるよ。そんな有名じゃないんじゃないの、逆に言うけど。知らなくない、だって反社会組織の。ローリーは面白いいたずらを思いついた子供のような無邪気で告白な笑みを浮かべていた。お手柔らかに頼むよ。まあ頼む頼む。心配しないでよ、僕は限度をわきまえている。そうだろ。本当？悪巧みの笑みに気がついたアーサーはせめてもの慈悲を期待するしかなかった。お、これ見たことなくない？ほら助手君、キリキリ働きたまえよ。
まだまだ運ぶものはいっぱいあるんだからね。これいるこの雑用。ローリーから言わせされた肉体労働は簡潔に述べれば空き家の掃除であった。仕事内容自体は体力さえあれば誰にでもできるもの。アーサーも開業当初はローリーからこういった雑用を振られることが多かった。あ、そうなんだ。はい、頑張ります。おい、こっちの探査はまだか。うちの探偵使い勝手いいな。探偵に仕事を依頼するってそういうことじゃないだろう。このドレッサーもだぞ、早くしろ。怖っ。戸棚もあるんだ、もたもたしてると日が暮れちまうぞ。はい。最後棒読みだったな、ちょっと。ただし重い家具の運搬などはほとんどジェームズに回され、ゴンザレスたち黒服がそれを監視するという構図だった。ゴンザレスの方がガタいいんだから運んでやるよな。アーサーはそんな様子を棒出しで眺める側だった。アーサー来てんだ。あくまで荷物運びはジェームズにやらせるとローリーが主張したせいだ。本当に手伝わなくてもいいのかな。まあまあ社会の厳しさを知る意味でもね。構わないよ、本当なら君は事務所にいてもよかったくらいだ。くつろいでいてくれたまえ。どうも。でもアーサーも、ジェームズの保護が依頼だからな。さすがにそういうわけにはいかないけど。アーサーもでもまあ開業当初こういうことやってたんだったらまあいいんじゃない。ジョシュ君、確認しておくが今日中に終わらせるんだぞ。間に合うように動きたまえ。かわいそう。はい、今日中にやります。ちっちゃいとちっちゃいが多いんじゃお前は。はいってふらふらと荷物を運ぶジェームズを見てゴンザレスがローリンに耳打ちした。お嬢、そろそろ限界かと。まあそうだよ。ふむ、しょうがない、一旦休憩だ。休んでいいぞ。かわいそう。もうこんな上司かわいそうだわ。ジェームズは糸が切れた人形のように倒れ伏し、乱れた呼吸を整える。呼吸により上下する胸以外は微動だにしなかった。それでどうだいゴン、彼は使えそうかい。あ、ゴンって呼んでんだ。ええ、足腰は丈夫そうですね。小柄の割に体力もある。今までキツネの肉体労働をしてきたからですかね。力仕事に関しては少なくともアーサーよりは使えるかと。いいね、アーサーよりは使えるか。そこでちょっと笑ってしまった俺今。言うなぁと思って。そんな対抗意識を燃やさなくてもいいだろう、君には君にしかできないことがある。適材適所だというだけさ。あ、もうここあれだな、いい上司だな。手のひら返しまくるけどここはいい上司だな。別に対抗意識なんてないさ。ジェームズ、無事か。無事って言うんじゃないの。気恥ずかしさをごまかすかのようにアーサーは倒れているジェームズの容態を尋ねた。こういう肉体労働は慣れているので大丈夫です。ちゃんと水分取ってね。水分。それにこうして働くことで人の役に立てるのならいいことだと思います。どこまでお前はいいやつなんだ。心が綺麗すぎる。人の役に立ててよかったか。それじゃあまるで。あ、でもそうだよね。やっぱ背景には一応殺人犯っていうレッテルは貼ってるわけだからね。なんか違和感あるよね。まるでかつての自分のようだ。アーサーはそう感じていた。彼が探偵事務所を開いてから最初に受けたのはローリーを介して受けた依頼だった。そこで彼は初仕事の感想として人の役に立てることが嬉しいと感じていた。印象深い出来事だったので彼の記憶に強く残っている。そうか、社会に貢献できるのがそんなに嬉しいか、ご苦労なことだ。かぶるね、二人の性質が。ところでこの後まだ似たような案件が3つほどあるんだが。あ、ローリーはそんなジェームズのかっ。もう簡単そうだけどわかんねえわ。現実を取るかのようにさらなる重労働をちらつかせる。自身に任されるであろう仕事を耳にしたジェームズは顔を青ざめさせた。あの教授というのはさすがに。まあさすがにそっちは教授ではないけどね。
うん、君には社会のために馬車馬のごとく働いてもらう。今後ともよろしく頼むよ。でもこういうことをやってきて今のアーサーがあるんだったら、ローリーも最終的な手を引くんじゃないの、こういう仕事からは。休憩は終わり、楽しい社会貢献の時間だぞ、ジョッシュ君。ああローリー、ここからは僕も手伝うよ。アーサー、うん、どうしてだ。これはあくまで彼に対する依頼だ。僕も人の役に立ちたいからね。そうかもしれないけど、助手を働かせて。あ、違った僕だって違かったな。なんてのは正直あまり気分が良くない。まあまあ確かに。それに少しは体を動かしたい気分なんだ。まあずっと見てくだけってのもね、暇だもんね。あともう一つ言わせてもらうなら、このままだと部屋の掃除は今日中に終わらないと思うよ。あれなのかな、もう結構夕方ぐらいなのかな。うん、まあ働きたいのならそうしよう。確かに時間ももったいない。うん、ゴン、お前たちも加勢して差し上げろ。あれじゃん、こっから楽しい感じの片付けが始まるじゃん。じゃあ承知しました。楽しい感じになるよ多分これ。あ、終わった。ローリンの号令によりゴンザレスをはじめとする黒服たちも片付けに加勢する。日が暮れた頃になんとか部屋の片付けは終了したんだった。暗、これで完了です、お嬢。よろしい。うん、もう日が暮れてしまっているが、間に合ったということにしておこうか。今日はここまでだ、ご苦労。給料はありませんか。給料は ありがとうございます。うん、え、やっぱ給料かな。あ、やっぱこう、そうだね。にこやかに礼を述べようとしたジェームズの表情が固まる。彼の視線はローリーの手の甲の タトゥーに釘付けになっていた。あ、そこで気づいたんだお前俺はてっきり、いや今日の給料はないんですかっていうかと思ったけど。タトゥー、もしかしてマフィア？ああ、ゴッドスピードの。ふん、なんだ今頃気がついたのか。まあ、こんだけ黒服で固めてたら怪しむけどな普通。ああ、反社会勢力に貢献した。疲れからか、それとも恐怖からか、ローリーがマフィアであると知ったジェームズは倒れ込むように気絶してしまった。あ、終わった。そうだ、ちょうど時間がいい感じだから、じゃあここら辺でじゃあ一旦切るわ。はい、じゃあ、アーサー、ジェームズ、ご無事ですか。あざした。